はい、おはようございます。なんとですね、8時50分ですね、こんな時間にパグが起きてるということは、これなんかね、あるんですよ。何があるかというとですね、今日は2022年の4月18日でございます。ロストアイランドの申し込みがあるんですね。はい、いろんな方が運営様に問い合わせをされていたかと思います。ロストアイランドっていうのは枠があるんですかっていうね、話をしてると、枠の制限はないですと、みんな参加できるよっていう、まあ、回答を皆さんもらっていたと思います。それでもですね、29サーバーに行って、先行のベータテストにね、参加しようとして、失敗してしまった、我々ですね、ANA の柴犬名手はですね、それは信じられないと。いうことでですね、217サーバーではですね、できるだけ多くの50人以上アクティブのアライアンスを作ってですね、みんな9時に申し込むんだと。そういう作戦なわけです。いやだってさ、パグさんはね、さすがにこう運営があれだけね聞かれて、枠制限はないっていう返事をしてるんだから、まあ、ないと思うんですけどね。まあだから急がなくても別にいいのかなと思ってるんですけど、まあでもね、とりあえずもう時間なんで申し込みます。はい、申し込みまでねあと47秒。はい、残り10秒ですね。申し込みますよ。そりゃね、もうみんながやるって言ってるんだから、そりゃパグもやらないと。今ね、アクティブ人数52人なんで申し込めるはずです。はい、ゼロ来た。さあ来い。すぐ申し込んでやる。どう、ちょっと何これ、クルクルしてるんだけど大丈夫？もしもーし、ん？長いな。あ、来た来た来た。ん？申し込みボタンが出ないっすね。もう一回。あ、こっちじゃねえや。はい。ん？あれ？なんで？え、49人？ちょっと待って。減ったんだけど。なんで49人？え？なんで？え？え？どういう数え方したら、え？ 9 時になった瞬間に、アクティブが3人も減るの？ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？え？9時時点でだから過去3日のアクティブの総数なのかな。だから9時に更新されるってことかな、これ。ちょっと待って、これやばいよ、これ。え、どうしよう。申し込めないんだけど。最悪。はい、日本語チャットでもね、報告しておきましょう。49人になったって。誰か助けてつって。なんでこんなことが起きるんだ。本当にもう。いやでも誰かさ、サブでもいいからさ、これ入ってくれたらさ、全然 OK でしょこれで。ね、誰か入って、お願い。はい、誰か来てくれてるかなと思って見てるんですけれども、ちょっとさ、誰か助けに来てよ、もう。なんと全然助けに来てくれないんだけど。誰かちょっとサブアカさ、PGC に移してくれたってよくない？ダメ？もう。はい、なんかね、通知メール来てるみたいですね。やっぱり定員制ですって。ちょっと待って。枠ないって言ってたじゃん。やばいでしょ、本当に。大丈夫？お、芝名手はほら、予想通りって言ってますね。さすが。ちょっとびっくりするんですけど、これ。いや、運営さん、ちょっと今回はやりすぎてんな、これ。はい、ちょっとまずいんでね、パグのサブアカをね、ちょっとね、PGC の方に入れて、50人にしていきます。で、50人になったら申し込めるはずなんで、これで申し込めるようになってるかな。はい、ちょっと見てみよう。 OK、 はい、申し込みできます。はい、これで完了。いけた？ OK、 いけました。よかった。もう何なのよ。52まで行ってたよね。それがね、なんか9時になった瞬間に49まで下がりましたよね。ひどい。PGC 大丈夫ってみんな心配してる。SYS から自分のファーム抜いて申し込みできましたって言っておきましょう。ひどいよね、本当にひどい。はい、いたずらの出たがりがいますね。このね、罪人五条悟さんという人はですね、すぐ YouTube に出たがるんですよ。なんかね、やってくる。で、今何をしてるかっていうと、この方のね、サブアカがね、PGC に入ってるんですよね、1個。で、今50ちょうどで申し込みしてるから、今、俺が抜けたらさ、動画になる？
何言ってんのこの人。うわ、マジじゃん、これ。何？え、9時ちょうどの、何？ 9 時0分44秒に？え、定員制なので、R5 はお早めにイベントに申し込みください。ひどすぎない？ちょっと待って。運営さんさ、これ、何回も事前に質問が来てて、え、枠はありませんって言ってたのに、枠の制限ね、ありませんって言ってたのに、始まった瞬間このメールですよ。ちょっとそれどうなのよ。まあまあ、それを言っとかないとみんな9時にさ、早押しみたいになってサーバーが混雑するからってことなんだろうと思うけれども、嘘つきじゃん、それは。本当に。いや、これね、217はまあ事前にね、察知してたんでよかったですけどね、これでね、もし入れないところが結構出るとね、すごい文句が出るんじゃないかなと思いますけどね。大丈夫か？これは正直さすが柴犬ですね。入れなかった方、ぜひね、運営に文句を言っていただければと思います。ちょっとね、パグさんには文句言ってもらっても、まあいいんですけどね。なんともしようがないかな。はい、じゃあ一応ね、読み上げておきますけれども、ね、2022年4月18日9時0分44秒にですね、もう申し込み開始直後ですよね。ロストアイランドベータ申し込み開始、定員制なので R5 はお早めにイベントに申し込みくださいと、尊敬なるリーダー、ロストアイランドベータの申し込みは、開始しました。定員制なので R5 はお早めにイベントに申し込みくださいと、シーズン詳細はイベントページで確認できますと、申し込み成功した後、もしアライアンスのメンバー人数が50人未満、また3日間内にログインしたリーダーの人数が50人未満の場合ですね、申し込み段階の最後の日 UTC 時間0時に申し込みはキャンセルされますと、ご注意ください。定員になっても申し込み段階の最後の日 UTC 時間0時に申し込みがキャンセルされたアライアンスが出るかもしれません。申し込みできなかったアライアンスはその時に申し込みできるということですね。だから、申し込み今成功しているけれども、今パグのアライアンスみたいに50人を、切っちゃうような場合ですよね。アクティブがその場合はですね、期限を切られていて、その時にですね、自動的にキャンセルをされると。で、そのタイミングを狙って、申し込みをすれば、もしかするとキャンセル待ちで申し込みができるかもしれないということですね。はい、やってますね、さとちゃんね。今ね、もうね、PGC の、枠はね、実はもういらないんですよ。で、PGC のみんなはね、ロストアイランドはね、ANA で参加することに、なるかなというふうに思ってます。なんで、まあ、PGC の枠はね、どうなってもいいんですけれどもね、サトちゃんがですね、しっかりサブを抜いてですね、49人のアクティブにされております。しょうがないんでね、放送します。本当にもう。はい、ということでですね、217に関しましてはですね、いろんなアライアンスがね、ロストアイランドに申し込むことができたという感じですね。行きたい人はみんなロストアイランドに行けるという感じになると思います。まあね、前回の教訓を生かして、まあとりあえず良かったかなというふうに思っています。皆さんのサーバーもね、もちろんうまくいってることを願っております。おかげさまで2000人達成しました。何でも気軽にコメント、高評価お待ちしています。とっても励みになっています。最後まで見てくれて本当にありがとう。